日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。メリークリスマスということで、本日クリスマスはこちら、スワンベーカリーのハッピーロゼベールというケーキを食べたいと思います。やっぱりクリスマスね、このところスワンベーカリーのケーキをクリスマスにレビューするのが恒例になりつつありますが、まあ、それだけいいね。こちらのハッピーロゼベール、こちらはいちごクリームケーキで抹茶ケーキ、まあ見た目通りといえば見た目通りなのですが、になっています。要するに2種のケーキをハーフで味わえるんですね。これは楽しみだ。いちごも抹茶も好きですからね、自分は。では早速いちごの方かな。お、下いちごの下ココアスポンジですね。これはほろ苦さも味わったりするのかな。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ええ、あ、ストロベリー部分は甘酸っぱいクリームと甘めのココア生地、抹茶の方は甘いほろ苦い2種類の抹茶がしっかり堪能できて、とっても幸せな気分になれました。また来年もよろしくお願いしますね、スワンベーカリーさん。まずストロベリーのクリームの方は、いちごの甘酸っぱさがクリームの中にしっかり溶け出していて、口の中に入れた瞬間にそれがふわっと甘酸っぱさが広がってきて美味しかったです。で、ココア生地は苦いのかなと思ったんですけど、若干甘めでしたね。でもいちごとはまた違った味になっていて、いちごの甘酸っぱさを邪魔しなくてとっても美味しかったです。一方の抹茶生地は、抹茶のクリームと生地でそれぞれ風味が異なっていたんですね。クリームが甘め、生地がほろ苦めで、こちらは苦味を割って大人の味わいを感じることができました。なのであれば、甘いのが好きな方はストロベリーの方が、ちょっと甘ったるくない方がいいか、好きな場合は抹茶生地の方がより美味しく感じると思います。まあもちろん2個セットになっているので、どちらかだけ買うということはできないのですが、そしてそれら2種を同時に食べるとまた違った味わいが広がっていくような、自分はそのように感じました。なのでこちらのハッピーロゼベール、とても美味しかったです。こちらのハッピーロゼベールは本当にどちらもクリームがとろけて、生地もしっかり食感があって、それぞれに違った味があるということなので、来年のクリスマスにはあなたもぜひ食べてみてください。というわけで、今回のハッピーロゼベールは5点とさせていただきます。はい、それでは青唐辛子、砂漠にあるので目を見あるや、青唐辛子は確かに砂漠の中では目立ちそうな気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、日常演舞の食の旅にようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。